俺だ、柏木だ。柏木さん、すいません。ちょっと今、病院なんです。後でかけ直してもいいですか？桐生、六代目が撃たれた。何？大吾が？どういうことなんですか？1時間くらい前に、本部の会長室で撃たれた。詳しいことはまだわかん。だが、どうも本部にいたやつの話によると、六代目を撃った男は風間の親父そっくりだったらしい。え？風間の親父さんに？ああ、そうらしいんだ。とにかく、状況が分かり次第連絡する。それじゃあ。どうしたんですか、兄貴。どうやら東京でも東城会の六代目が撃たれたらしい。え、それって1年前兄貴とうちの親父が杯交わした時、売借人してくれたあの。おそらく大吾を撃ったのもその絵の男なんですか？ああ、そうらしいんだ。子供たちは全員寝たみたい。あの、え？ねえ、兄貴、俺は絶対に兄貴の邪魔になるようなことはしません。だから俺を連れて行ってください。わかった。兄貴、ありがとうございます。明日の夜、沖縄をたとう。今日は事務所に戻って支度でもしてこい。はい。はるか、うん、力也のことも頼んだ。え、あいつはここに置いていく。今のカムロ町は危険すぎる。あいつを連れていくわけにはいかない。おじさん